談の場所でございます。本当だ、ほら馬道館の、果たしてここはどうでしょうか。久々に来ましたけど、やっぱ誰も歩いてないな、ここね。疲れんだよな。何？さあ、驚異の化け団が赤になったところです。今日はどうでしょう。今日は録画撮影です。生ライブじゃありません。あ、綺麗になってるね、やっぱね。さばけ玉何色でしょうか。ここですね。緑ですね。あ、顔認証した。これがこの上がもう事件現場ですよね。もうね、結構ね。結構供養してるんですよね。新しいんですよ。そうですね。多分誰かがやってんじゃないかなと。あれだ、ね、なんかひび入ってますよね。入ってますよね。でも石碑自体新しいんだよな。昔のじゃないんだよな、多分。そう、あの問題の禁断の場所です。もう今から9年前ですね。そうですね。もうすごかったです、ここは。そう、10月に殺人があってあるからね、最後に。そうですね。ニュースになったのが、そうですね、その次ですもんね。の年明け1月の十何日かに、そんな感じですね。テレビのニュースで、あの詐欺グループの人らが仲間割れで、この駐車場みたいなとこ、まあ、なってますけど、あそこのところの、ホテルの前で。そうね、あの臨時殺人、そうやってるんですね。なんか供養してるんですよ。これ豆だ、豆、ここはもうね、前からこれ刀で切ったって噂なんですよ。刀で、そう、山口なんとかって書かれてるよ。牛も書いてる。そう、牛ね。また牛の。だからここは旧東海道だから、もともとの。あ、そっか。これ箱根山を登るとき、ああどうも、はい、場所です。今日はね、そんな感じです。真っ暗。赤。赤にして。で、これが知ってます？新しいやつ。うわ、怖いね、これ。ここが光ってる、光ってる。紫外線。ほら、すごいですよね、紫外線。本当だ。光ってますよね。ほら、光ってる、光ってる。血液とかに反応する。反応するんですよね。そう。反応するんですよ。団子じゃなかった。団子光ってるよ。団子光ってるってことは、なんか、血みたいな何かが。あるんですよね。ほら。これいいですよ、なかなか、ね、雰囲気がまた血に染まってんのかな、こんな感じです。これ結構ね、明るい方なんですよ。普通が違うってことですね。あの雨みたいなのが、ね、これね、ちょっと違うんでしょうね。アメリカと思うんですけど、今変わっちゃったよ。桜ドロップ、これ、すごいね。箱根跡ですね。
けたの最後に何回これすごかったですね、8回連続とかね、これはまあ分かんないけどね、まあ、どうでしょうね。でもここ結構声とか拾ってるからね、ブルーですね今日は。まだいないんでしょうね。首のとこ切れてる。そう、トマジックさん初めてですよね。初めてですね、これがだからのね、そう、当時のアイミーは、ね、ドルさんの原点の、そう、ここですね。ここからスタートですからね、もうね。だってここまで原付で来てた。そうそう、原付で来ましたね。さあ、よく来ましたよね。遠いですよ。下ですよ、全部。ですよね。今やってない。そうだね。何を？今やってないですね。あ、俺昔の、前の、今年のほら。何？宝じゃ当たった。この、いや、まだわかんない。当たった。まだわかんない。今、16万7千。この一人で配信、今年誰が箱根寺配信来たとか、あれなんかみんな寝落ちで、ね、あそこに行くらしいよ。16万7000それでみんなコメントで寝落ちしてるところ、このここに来るって、うん、なんかあるんですかね、ここは引き寄せられてる、ね、そう、引き寄せられてる、ね、そういう場所でございます。怖いところね、ここね。久々に来たかな、うん、1年ぶりぐらい。 1年ぶりじゃないだろ。あ、今年来てるか、来てるか。それが中南満開説。さあ、そうか。前半の方だよね、多分ね。8ヶ月前だって。8ヶ月前来てんだ。じゃあ8ヶ月ぶりだ。うんうん、多分来たの。あ、ね。2月22日だって。じゃあもうだいぶ、配信した、うん、9月だな。9ヶ月ぶりぐらい来てる。ね、うん。その場所でございますね。今日は生ライブね、してませんけど。はい、じゃあね、箱根寺跡です。マジックさん、こっち側が、うん、あれなんですよ。もうね、残ってないんですよね、原型っていうのは。ここはもう昔のままですよね。うん。こっちはもう電波ないんですよ。そこ落ちちゃう、降りると。このね、このコンクリートあるじゃないですか、はい、これが原型ですね、昔のこれが。あ、そうですね、これが原型なんですよ、まだ残ってる最後の。そう、これがね、これしかない。あ、このコンクリート、うん、そう、これしか残ってないんだ。これしか残ってない。うん、だここね、ぶっちゃけなんか建てると全部潰れてる。あ、そうなんだ。うん、多分、まあ向こうの橋用に、うん、ここで作ったんですよね、多分ね。夜景すごい綺麗だよね。夜景もこう皆さんこういう感じ。夜景こんな感じです。ね。こうなんか綺麗に。あれなんだろうね、あそこね。でも富士山じゃないな、あれ。ん？あれ沼津かな。海沿いです。そう。海沿いか。沼津かな。すごいね、綺麗に撮れる。これ見てください、4K。結構綺麗に撮れるでしょ。 4K、 結構綺麗に撮れてる、ね、すごいでしょ。これ結構ズームいくんですよ、ほら、ほらほら、ブレないで、ブレないで、ブレないでいく、ほら信号が、ほら家まで映っちゃうもん。すごい、ブレないでいく、すごいね、うん、すごいよね。こんな感じでした。はい、寒い。お疲れ様でした。今回、同じの持ってるけないよ。そう、こうね、ライトアップしてます。綺麗なのかな、やっぱあれだよね。こんな感じ。結構綺麗でしょ。こんな感じですね。函館じゃなくて函館だ。うん、函館？北海道はもう行けないよ。そこが一番綺麗だ。あ、神戸？6個、6個。あ、あそこ行ってないな。はい、箱根寺でしたね。うわっ、これやばい。これだけなんで、これやばいな。これ何？さっきから思ったんです。お墓です。なんでこれだけ一つだけこうやって白いのがぶわって。これ前なかったよ。だからこの間の台風とかだよ。え？落石だよ。当たった後だよ、ね。落石。転がったの。転がったのね。転がってきたのこれ。
この石は昔の石ですよ。本当に江戸時代の、まさかこれこの下に骨とか埋まってるってこと、それ可能性あるんですよね、うん、そう、えぐられてますもんね、うんうん、雨すごかったから多分。こう雨降るとすごくだ、ね、でこのほらほらマンフロー、ほら井戸じゃないけどね、井戸じゃないけどね、蓋開いてる、蓋これ誰かやったべ、蓋開いてる。じゃあ行きましょうかね。お疲れ様でした。